こんにちは、白井ミュージックの白井と清水です。今回ご紹介するのはこちら、小出808スプラッシュの10インチですね。白井ミュージックでは個体差対策のために、このスタンドね、にこれをセットしまして、今からこれ叩きます。でこれを販売するということで、購入の場合はこのインフォメーションボタンからですね、クリックしていただきますと、購入できますので、気に入ったらよろしくお願いします。では音の方聞いてみてください。どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。808はですね、個人的にもう小出シンバルの音を聞いて、おこれすごいなと思って、白井ミュージックが取り扱いを開始しようと思ったね、初めのシンバルということもありまして、で、材質のね、なんか変化とかもあって、またこれよりこう音量感もね、かなり変わったと思います。こういうね、他のシンバルに混ざっても808のスプラッシュは十分な音量感があって、でまあちょっとね、こう刻んでみたりもして、もうちゃんと使えるような、なんか幅の広さもあって、すごいシンバルに今成長しているなということを感じました。特に最近ね、スプラッシュ小出の808は8インチ10インチともにですね、とても人気のシンバルです。まあ確かにスプラッシュシンバルって、こうシンバルのこの辺のシンバルを買うよりも先にね、スタジオにこうスプラッシュやチャイナシンバルはないからということで、初めに買われる方も多いシンバルです。その時にもですね、こう今だとカホンもドラムもやるという方いらっしゃると思うんですけれども、カホン用のスプラッシュとしても使いやすいし、ドラム用のスプラッシュとしても使いやすいという、手でもスティックでも反応しやすくて、まあスピードも速いので、まあ叩いたね、瞬間になるという感じが使いやすいという印象もある、スプラッシュですね。このハンマリングの感じとかもとても印象的で、やっぱりハンマリングだなと思います、シンバルって。キャラクターを、これ小出さんも話していて、いっぱいシンバルをね聞いてみると、 なるほど確かにと思うところがあるんですけれども、ウエイトとかね、仕上げとかいろいろあるんですけれども、やっぱり肝心なところはハンマリングのキャラクターなんだなと、思うところがありまして、808ってですね、そういうのあたりがすごくバランス取れて、良いシンバルなんじゃないかなと思いました。ということで、今回ご紹介したのは小出シンバルの808 10インチスプラッシュのご紹介でした。白井ミュージックの白井と清水でした。